すいません、じゃあちょっと2年目のインタビューということで、はい、お願いします。ちょっとテーマ5つでちょっと駆け足になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、ちょっと1つ、まあ、先も聞かれたかもしれないんですけど、今シーズンのまあ振り返りで、まあ、ちょっと一言で表すなら、まあ、どんなシーズンだったかって、まあ、サイクルヒットもあれば、こういう手術もあればということで、まあ、悔しかった方が強いのか、はい、手応えがあった方がちょっと、はい、まあ、悔しかったですね。悔しいシーズンの方が全然強いと思います。これ収穫みたいな感じっていうのは、収穫もちろんありましたよ。良かったこともたくさんありましたけど、その悔しいなと思うこともたくさんあったなと思います。こうリハビリの今の現状っていうのを教えてほしいんですけど、一日のスケジュールどんな感じでこう進まれてるんですか？理由は、まあ、アップキャッチボール、トレーニング、有酸素ケア。朝大体何時ぐらいに来て、何時ぐらいに帰る？まあバラバラですけど、大体10時、9時から11時ぐらいになってますけど、まあ、その今リハビリメンバーもいるので、はい、それによって前後してる、はい、9時ぐらいに来て、昼ぐらい前には終わってるっていう感じで、あ、大体1時ぐらいですかね、はい。ダッシュとかもしてるんですか？ダッシュしてないです。まだ走ってはないので、有酸素運動をしてます。ああ、なるほど。ランニングっていうか、はい、こう来季はこう二刀流になるわけですけど、今こう緊張とか、こう逆にこうワクワク感とか、どういう、こう心境ですか？楽しみにはしてますね。やっぱり投げれないシーズンだったので、投げるシーズン楽しみにもしてますし、まあ、バッターとしてもまた悔しいシーズンだったので、うん、よりいいシーズンにしたいなと。手術から復帰1年目は結構イニング数が制限されるとか球数が制限されるとかいろいろあると思うんですけど、そのなんか目標を立てにくい中でこうどういう感じでこうイメージしてますかね。こう週1で最低限ピッチャーで回りたいなとか、何試合ぐらい投げたいなとか、ね、そこはもう任せてますね。あ、まあ、その担当医師もそうですし、はいはい、GM が決めることなので、はい、まあ、そこは従って、まあ、その出場機会に、伴ってそう、まあ、バッターが多くなるのかっていうところだと思うので、まあ、その場その場で、頑張りたいなっていうのはまず感じですね。先生、数字の目標とか今のところはないんですか？そうですね、うん、まあ、バッターの方が立てやすいのかなと思いますけど、まあ、それこそピッチャーの方は臨機応変にやっぱ変わってくると思うので、うん、まあ、ある程度の投球が決まってますし、まあ、それより伸びるということはおそらくないと思いますけど、まあ、減ったりというのもあると思うので、まあ、まずは自分の望んでいるパフォーマンスが出せるかどうかが、まあ、一番結果よりも、一番最初は大事かなと思います。なんかこう1年半ぶりぐらいのこうマウンドで、はい、こう実戦感を解消するためにこうどうしていきたいとか、まあ、そういうのはどのように考えてますか？そこが一番なんか素人目には気になるところがあるんですけど、どうでしょう、まあ、長期で投げてない期間がそんなにないので、まあ、そのシーズン始まった最初とかっていうのはやっぱりちょっと実践感なかったりとかしますけど、まあ、そういう感覚なのか、まあ、また全然違う感覚なのかっていうのは、まあ、ちょっと春先投げてみないと、スプリントレーニングでまずは投げないとわからないかなと思います。なんかマウンドから投げてる、例えばですけど夢とか見たりしますか？そんなの見ないですか？全然見ないです。試合の夢とか全然見ないです。投げてる時の全然見ないですね投げてる時の映像とか見たりはしますか？誘致、その自分の今ですか？はい、今はいや、ないですね、うん、この2年間こうバーランダー投手とかそういう良い投手といっぱい対戦してきて、なんか自分のなりたい投手像みたいなってちょっと見えてきたりとか、まあ、まだこのトミジョン復帰明け1年目だからそんなないかもしれないですけど、なりたい投手像、やっぱすごいなと思うのは、まあ、バーランダー投手とかホール投手とか、はい、何回もやりましたけど、やっぱ何回見てもすごいなと思いますね。
そのじゃあ次ちょっとテーマ2つ目なんですけど、マドン監督から見ましたけど、はい、話されたりとかはしました？あ、まあ挨拶程度に、はい、なんかこうイメージ、65歳イメージと、そのイメージとちょっと違うかったみたいなギャップとか、その辺だと思うんですね。やっぱなんか雰囲気ありましたね、うん、まあ超マドン監督そういう、まあ自信もそうだと思いますし、本人の自信とか、まあ、積み上げてきたものとか、そういうのはなんかすごい溢れてたかなと思います。うん、どんな言葉かけられたとか、よろしくとか。いや、前1回会ったこと、というかそのミーティングで会ってたんで、久しぶりっていうと、まあ、あの時は残念だったけど、今思えばよかったなっていう。へ逆にどんなことを返したんですか？特に楽しみにしてますね。なんかマドン監督はこう、はい、まあ、会見でも言ってましたけど、こうスモールベースボール大事にしてる、走塁とか細かい野球とか大事にしてるんですけど、それはなんか大谷選手の野球感とかこれまでのプレースタイルとすごい合うような気がするんですけど、その辺はどういうふうに考えてますか？どうですかね、まあ、ソーシャー監督もそういうタイプの野球ではあった。でまたどういうふうに違うのかなっていうのは、まあ、春先それこそチームミーティングがあると思うんですけど、どういう野球をしたいのかなっていうのは、まあ、監督によっては違うと思うんですけど、基本的に自分ができることっていうのはあまり変わらないので、まあ、それを求められるか求められないかによって変わってくると思いますけど、基本的には自分が、まあ、これができるっていう、これが自信があるっていうところを、まあ、チームのために必要なポジションを発揮できれば、まあ、十分こう使ってもらえるんじゃないかなと思ってます。この最近のこの MLB のこうトレンドとして、こうなんかフライボール革命とか、まあ、ホームランありきで三振はまあいいですよみたいな感じだと思うんですけど、でそれに対してこうプホルス選手がちょっとなんか批判じゃないですけど、ちょっと嘆くような、もっと送りバントとかそういうスモールベースボールをもっと俺は若い頃やってたんだみたいなこと言ってるんですけど、その辺でこう大谷選手としてはこの2年間見てきて、それまでやってきた野球とちょっと違うなみたいな違和感があったりとか、もっとこういう野球したいなみたいな、そんなんで、どうでしょう、大味だなとも思わないですけどね、うん、まあその、まあ、僕は日本で野球やってて、はい、まあノーアウトランナー一塁で送りバントしてくれるのは本当にラッキーだなと思ったんで、ワンアウト二塁にしてくれるなら、全然もうあと2人三振取れば OK なので、全然楽だなと思ってるタイプなので、あんな1塁から長打の方がやっぱり怖いですし、1、3塁がやっぱり一番嫌なシチュエーションなのかな、で一番何でもできるシチュエーションなので、よりそういうシチュエーションを作っていけるっていうのが、まあいわゆるスモールベースボールなので、その必ずしも送りバントをすればスモールベースボールなのかっていうわけでもないし、まあ一選手として一番いい選手はやっぱりホームランも打てて三振が少なくて、それが一番、まあ、トラウト選手みたいな、まあ、フォアボールを打ってっていうのがまあ一番かなと思いますけど、まあ、なのでホームランを打てるからといって三振していいというわけでもないし、三振が少ないからといってホームランを打たなくていいというわけでもないので、それは両極端な話すぎて、どちらも取ればいいじゃん、まあ、一選手としてはそこを目指すべきかなと思うんですけど、結構今この2年間見てて、その別に大味、さっきも言ったように大味な感じではなくて、大リーグには大リーグの良さがあるなっていう感じもしてるんですか？日本には日本の良さ、野球、その辺の違いっていうのはどんな？そうですね、まあバントは本当に極端に少ないとは思いますね、スクイズも含めて。一番はクイックとか、まあ僕去年1年目とかにやって、マルドナード選手がキャッチャーだったんですけど、本当にそんなクイックしないでくれっていう感じで最初言われてたんで、本当に走らせるぐらいの感じで、もう本当に刺すかなっていう感じで言われてたので、もう日本にいるときはもう 1.2 は絶対切れっていう、じゃないとキャッチャー刺せないからっていうニュアンスで、ニュアンスっていうかもうはっきり言われるんですけど、本当にそれは大きな違いだと思うんですね。まあ、全然ゆっくりでいいからって言われて投げるのと、はい、急いで投げろって言われるのとでは、はいはい、その時点でもうメンタル的に負けてるので、はいはい、それは
投げててすごい楽でしたね。強肩のキャッチャーがいるとか、はい、スローイングのいいキャッチャーがいるっていうのはやっぱピッチャーも育ててるなと思いました。次の感じなんですけど、野球以外で聞きたいんですけど、ワールドシリーズは見てましたか？はちょくちょく見てます。見てない試合もありました。まあ、この同地区のアストロズでやっぱ倒さないと優勝ないと思うんですけど、うん、その辺は、まあ、改めてどういうアストロズの戦い、あとまあナショナルズは、はい、まあ、バスなんですか、アストロズはもう本当に強いなっていう、好きないなっていう感じですかね。まあ、またいろいろ入れ替えもあるとは思いますけど、うん、基本的な布陣はそんなに変わらないのかなと思って、まあ、基本やっぱりバッターいいし、私もまあ先発も良かったんですけど、基本的にやっぱバッターすごくいいので、はい、ピッチャーでやるならどういう感じで投げようかなっていうのはもちろん考えますけど、まあ、一番はやっぱ自分がベストな状態でいくっていうのなので、あんまり相手ばっかり気にしててもっていうところではありますけど、まあ、強いなと思いました。特に個別のプレイヤーでいうと気になる選手なんですか？投打どっちでも。そうだ、バッターはまあ特に右バッターはいいんじゃないかな、いいんじゃないかなというか、まあいいね、素晴らしいなと思いますね。ああ、まあ、ピッチャーも左はいないですけどね、はい、まあ、右特に先発3枚はやっぱり相手からしてとも嫌だなっていう、すごいな感じですね。ナショナルズは、まあ、この2年間で対戦してなくて、はい、来年アナハイムに来ますけど、はい、その辺はどんな感じですか？楽しみだなというか、まあ、シャーザー投手特に僕は行きますけど、はい、いや楽しみですね。もちろんレノン選手もそうですし、はい、ソト選手もそうですし、バッターもやっぱ多くいるので、まあ、勢いももちろんあったと思いますけど、実力も、まあ、やったことはないんで分からないですけど、見た感じではやっぱしっかりバランスを取ったチームだなと思います。投打どっちでやりたいか、どうでしょう。もしあれだとし、まあ、立つと来ないにして見てみたいなと思いますね。まあ、実際に投げてるところどんな球投げるのかなっていう。ちょっと野球離れますけど、なんか 自転車を買ったとかいう、はい、自転車屋さんの SNS で見たんですけどね、はい、それは結構シーズン中も乗ってたんですか、それとも本当に新たに買ったって感じですか？新たに買いました。まだ乗れない。リハビリも使って。あ、え、もう乗ってるんですか？まだ乗ってないです。今最近有酸素が始まったので。あ、最近バイクが始まったりとか。はいはい、それはこのエアロバイクってことですよね？エアロバイクです。あ、じゃあそれはこのオフちょっと乗ってみようかなみたいな感じなんですか？そうですね、自転車は。はい、まあ、リハビリもそうですし、リハビリ兼ねて、うん、まあトレーニングも使えるかなっていう。家から買い物行くときイメージ的に。買い物行ったら何か買うんでもいいと思うんですけど、どっか行くとかね、もちろん。あ、ちょこっとどっか行くとか、とかそれは分かんないですけど。なんか一平さんにも買ったって、はい、その人のあれ SNS に買ってましたけど。 SNS マニアですね。 SNS まあ買った、はい、買いました。英語は去年はゲームを上達の一つに挙げてましたけど、今年は何かありますか？その自然に取り入れてるとか、生活の一部となっているもので、あ、これ自分の英語力役立ってるなみたいな。あ、ないですね。基本まあ家からあんま出ないんで、はいはい、球場がメインじゃないですか。なるほど。オフはなんか観光とか別に言ったら NBA とか NFL とか開幕。 NBA は見にました。何見たんですか？何見た？バスケに決まってるんですか？開幕戦。開幕戦です。クリッパーズ対レイカーズ、はい、感想はどこなんですか？感想は レナード選手とか。あ、まあ、その試合はもちろんレナード選手すごくてクリッパーズ勝ちましたけど、はい、まあ、スーパースター選手多かった。ジェームス、はい、見てて面白かったです。一平さんと2人チームメイト、チームメイト、僕はあの代理人の人と一緒に。あ、迫力そうです。
そうそう、まあ、何回か見たことありますけど、まあ、開幕戦は2回目なので、開幕戦2回目なんですか、去年も見ました。去年は一発の方、去年どっちだったか、見ました。あ、違うわ、去年です、レイカーズ。今年はクリップかな、どっちもそう、レイカーズ。あ、そう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 、そうそう、駆け足ですみません。プレミア12は見てますか？全く見てないです。結果とか。あ、見てないです。別に鈴木誠也さんすごい活躍してますけど、あ、全然すげえなとか見てないですね、わかんないですね。じゃあ一応日本勝ってることぐらいは知ってました。今3連勝で。あ、そうなんですか。あ、他どこでやってるんですか。いや、日本で、台湾です。台湾で3連勝して日本にまた帰ってきて、あ、前回大会は結構やっぱり悔しかったと思う。あ、そうですね。まあ、頑張ってほしいって感じです。頑張ってほしいです、もちろん勝ってほしいなと思います。東京五輪も来年始まりますけど、そのなんか、はい、連絡取ったりとか、ベールとか取ったりしてます。誰ですか。萩野選手とか瀬戸選手とか。あ、いや、まあ、まだ早いかな。あ、まあ、もちろん先行の試合とかの感じでしたけど、まあ、連絡はちょくちょく取ってます。あ、ラグビーも姫野選手とか。そう、はい、そうですね。それもねぎらいのとか取ったりしてます。姫野選手はまだ、まあ、まだ終わって間もないで撮ってないです。多分日本帰ったらあれですけど。あ、うん、すみません、ちょっと打撃解説残りちょっと10分切ってるんですけど、はい、打撃解説してほしいんですけど、これ今年のやつなんですよね。で、これ去年のやつなんですけど、なんかこう今年ちょっと変わったなというか、でここがダメだなとか、ここがいいなみたいなのがあれば教えてほしいんですけど、これちなみに見ちゃう、ここが気になるなとかっていうのが、まあ、ありますけどね、まあ、ありますけど、それがその 100% そうなのかっていうのがわからないので、不確定なところで言いたくはないんですけど、まあ、一番は動くだろうな、この間をちょっと見てみたかったかなっていうのはありますけど、そこがないのでまあちょっとなんとも言えないですけど、なんか、うん、どこでしたっけ。ああ、これで言うとこの辺ですね。ここですね。ああ、ここら辺か。それはどの辺がこう気になるのか。うん、どの辺って言い始めたらあれなんですけど、ね、その見た感じ。まあ、去年はやっぱ構え、大事なのが構えで。でなんかなるべく動かずに大きな力を発揮できるのがいいっていう話もしてたと思うんですけど、それは今年も考え方的には変わらずって感じですか。考え方的には変わらないですね。今年のバッティング逆にこういいとこっていうか継続できてるなみたいなと思ってたんですけど、継続できてるな。この、なんていうんですか、あれではないですけど、はい、うん、その距離感だったりとか、はい、取り方だったりとかっていうのは、はい、まあ、良かったと思いますね。はい、距離分かれてたし、ボールも見えてたっていうのは良かったかなとは思いますね。なので、まあ、スイング自体の問題かなっていう感じはしますね。はい、この辺でちょっとこう右足が浮く時があったってカメラマンの人からこう撮影してて、浮く時ちょっとこの右足が完全にこっちよりこっちすり足なんですけど、こっちの方がちょっとなんか一瞬浮くらしいんですよね。なんか そこっていうのはなんか意識して帰ってたのか、それはたまたまその時だけだったのか。まあその時だけっていうのもあります。もちろんさ、結構変えたりもするので、はいはい、はい、まあ、その時によって足ちょっと上げたりとかもしますし、
の方が距離が取れたりとかっていう場合もあるので、はい、っていう感じですかね。特にこの下半身の動きとかも気にはならなかった去年と。全体的にはやっぱ去年の方がいいのかなとは思いますけど、やっぱりそれは下半身の、まあ下半身のとかいうか、まあ全体のやっぱり、うん、動きですかね。どうしてその一番いい時はモーションに入る前に打てるとか話も去年したんですけど、あんまり少なかったですね、そういう。まあ、続いてた試合もありますしね、はいはいはい、そういう感覚が、はい、あった試合もありますけど、はい、まあ比較的意味も短かったかなとは思います。まあいろいろやりすぎたのかなとも思いますけど、はい、ちなみにこれは どういうことを試してる時とかっていうのか分かりますか。6月のマリナーズ戦です。結構最初の方なんですけど。いや。ゆうせい君と試合した時ぐらいですね。ちょっと良くなり始めたぐらいの時ですかね、じゃあ。最初は本当に距離があんま取れてなかったっていうだけなんで。あ距離っていうのはボールとの距離、まあ、ピッチャーとか秒間とか、はい、それは取れてないと差し込まれたりするっていうか、まあボール自体がこう見えてこないっていう感じですか、ね。ちなみにこう結構前の話なんですけど、2014年の時にこう直球の握りとか見せてもらったんですけど、今どんな感じで握ってると思って。まっすぐですか。まっすぐこうとかこうとか、ちょっとこれ見せてカメラ見せてもらってください。すいません、こういう時もあるし。ああ。え、それは親指を俺折ってるんですか。はい、折ってる時もあれば伸ばしてる時もある。それなんか違いとかあるんですか。若干手首がロックできる。折った方がどうですかね、はい、なんか閉じる人もいるんです。増井さんとか結構閉じてたりとか、はい、藤川さんとかも閉じたりするんですけど、はい、その辺やっぱり開き気味で、閉じるのはまあ日本のボールなら結構可能かなと思いますけどね、まあ、こっち結構滑るので、はい、まあ、ちょっと開いた方が安定感ですかね。あ、まあ、僕手もあんま大きくないですし、はい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 、そっちの方が投げやすいかなと思います。それはじゃあちょっとこっちに来て変えた。いや基本この握りでした僕は。あ、まあ、閉じたことはないので。まあこの肘けがからこうある復帰するシーズンになりますけど、それ握りとかは別に変えようとも思ってない。何ですか。そういうまっすぐの握りをちょっと肘の負担をあれするためです。変化球も、はい、変化球の握りっていうのも特に日本時代と、まあ変わった部分もありますね。それは別に試合によって変える時もありますし、まあ、決まってないんで曲がれば OK っていう、その時によっていい曲がりの時もあるし、うん、こっちの方がいい、今日はいいなっていう日もあるので、それによって変わったりはします。スプリットもまあこうやって握るときもあればこっちで握るときもあるし、まあ目上にかけないときもあるし。あ、それはどういう意図。どういう意図なんですか。いや、まあ、その時の感覚、その時にキャッチボールとか投げてみてこっちの方が今日はいいなとか。あですか、ね、ありがとうございます。ちょっと写真撮影させていただきたいんですけど。